こんにちは、こんばんは、ワープ不次元です。いつもご視聴ありがとうございます。しょぼいチャンネルなんですが、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。ドライブと飯チャンネルです。引退したフリードですが、タイヤ交換にガソリンスタンドさ行ったんですが、タイヤホイールのローテーションまで見てくれなかったようで、M 氏の指摘があって、ローテーションをした方が安全だということで、M 氏にローテーションをお願いすることになりました。左前のタイヤホイールが変形していたんですね。普通、そんなタイヤは後輪に持ってくるはずでした。しかしですね、ガソリンスタンドでは、うん、よくこういうのいい理由だな、こういうとこや。前さ。ああ。だから間違ったって言えねえな。まあ、あそこダメだなじゃん。それがスルーされていたんでした。つまり、変形しているアルミのタイヤホイールを後輪に持っていき、変形していないアルミのタイヤホイールは前輪に持っていくといった内容です。前輪は方向を決める大切なハンドルと連動しているために、質の悪い歪んだタイヤを使うと、高速道路で運転の最中にパンクなどしたら、ハンドルが取られて大事故につながるという理屈です。そんな作業を M 氏にお任せしました。なるへそ、ですよね。理にかなっていますよね。あるのそこにあるのか、あっちの方にあるの、こういうのがあったら便利だね、うん、これジャッキーただいったいくらで踏んで、うん、いくらで踏んで、そうかな、うん、いつもジョークがメインなんですが、なるほど真剣です。だってこれいくらだと思ってるの、床手が自然と動いて車の修理になっているんですよね、うん、これには恐れ入ったです。車が好きでなければできない技です。趣味が仕事で仕事が趣味っていうわけです。まあ理想の趣味っていうか理想の仕事です。なるほどですね。この作業で実際に死亡事故が2件あったとのことです。つまりですね、この馬、そしてギャッチで持ち上げられた車なんですが、この馬、ギャッチが外れてその車の下敷きになって死亡した事件が2件あったようです。注意しなければなりませんよね。これがギリギリってこと。やっぱ純正がいいんだね。純正じゃなくてもいいんだ。アイドルの良いのが高い。ギリギリなんだ。あのディスクパッド。うん、ディスクパッド、キャリパッド。これキャリーパッドって言うのこれ。キャリパ。キャリパ？キャリーパッドなの。キャリーパッドって言うの。キャリーパー、キャリーパー、これがギリギリなんだ、このここと、うん、もうちょっと余裕があった方がいいんだね。
いや気がつかないもんね。あ、トイボーかなと思ってたもんね。何曲がってて前とか普通は吹けねえな。これ曲がってきたら後ろに持ってくるなと思ってます。まあ。いつもどんな時にでも車いじりの趣味です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、車、と、ドライブと、ラーメンなどの美味しいところや、甘い、スイーツなどを紹介しています。地味なチャンネルなんですが、ジョークが多くても真面目なチャンネルです。肩の力を抜いて癒されたらありがたいです。そんな番組なんです。よかったら、いいね、と、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。